お、来た。まあそういう感じで今日ね、新しいプリンセスレクサが来たと思うよね。フォートナイトクルーのセットなんだけど、まあこうやって今回プリンセスレクサが来たと思うんだけど、多分元になったのがこっちのバトルパススキンのレクサなんよね。でこのバトルパススキンのレクサってなんとね、エモートをするとあのマジでね顔がやばいことになるんで有名なんよ。カンナムサイズが特にひどくて、まあ多分ねこのレクサが元になったと思うよ。ならワンチャンプリンセスレクサもエモートしたら顔いかれるんじゃねって思って、まあこんな顔しちゃってますけど、まあ、ちょっとやっていこうかなと思います。まあ、まずは前足から。普通だけど今一瞬おかしくなかった？なになになに、ちょっと待ってスローモーションで見よう。よくわかんないけど何これ。まあいいや、じゃあ次はカンナムスタイル。普通じゃん、めちゃめちゃ普通。いやめちゃめちゃ普通。え、けど何だった今の一瞬のこれ、これ何これ。もしかしてこのレクサソワル系のエモートってやばい。そんなことない、なんか一瞬剣がおかしくなるっぽいね。なんか顔はおかしくないけどなんかおかしいわ。なんかおかしいです。